青森県立青森第一養語学校は、青森県青森市大和座石江座江戸にある、公立特別支援学校。死体不自由者を、教育対象とする。1961年4月、青森県立アスナロ学園に入所している、学齢児童、生徒への学校教育を目的として設立された。当時の学校名は、青森県立青森養語学校であったが、 青森県立八高学園内に開設していた八、高分校が1966年4月に青森県立第二養護学校と改称、独立するのに伴い、本校も青森県立第一養護学校と改称した。そして1973年4月に青森県立青森第一養護学校となる。設けられている学部は小学部と中学部。2004年4月からは、 学校内に青森県立青森第一高等養護学校の分教室が開設されている。かつては本校独自の高等部も設けられていたが青森県立青森第三養護学校の新設によって1976年3月から廃止されている。敷地内には入所、支援施設の青森県立アスナル療育福祉センターがあり、一部の児童、 生徒はそこから通学している。ありがとうございます。